父さん、ディスクなくなってる。そうだな。容態は安定してる。取り返さなきゃクルーが外の世界へ出てしまう。そしたら不完全な現実は破壊されてしまうんだろう。これ以上何もやるな。これからどうするの。さあな。何もだ。何もしない。このまま待て。ソーラーセーラーに乗っていこう。ポータルまで全速力だ。クルーより先に着けばいい。クオラを頼む。急ぎましょう。ソーラーセーラーに行くんだね。まずはクルーより先に着こう。いきなり出るんですね。まあちょうどいいですから倒していきますよ。かっこいいねスピリットが。あーうまいことはめられてしまった。なんか中に入ってしまいそうで怖い。中に入ってしまいそうで怖い。行っちゃえ。おお、ハイテク。よし、宝箱も見つけて。ただ時間がないので、このマップ内でドロップ1回しようかなと思います。アンロックできるだけのことはしましょう。これで多分開くってことだね。おそらくここ行けばいいんだろうけど、一旦じゃあちょっとドロップします。あ、よかったよかった。ちょっと戻ってみたんですよ。結構ね、いろんな場所が空いてたんで、やっぱり宝箱ありましたね。よかったよかった。そうだね、これは変えておいた方がいいやつなんで、これはまあスイッチターゲットで。あ、間違えた、しまった。 OKOK、 スイッチターゲットで。じゃあそろそろ行きますか。もう一回ぐらい出てきそうだな、敵が。出てきたね。倒そう。行っちゃってよかったよね今。勢いのまま行ってしまったけど、多分大丈夫そうだねマップ的にも。よしよし、宝箱優先。 OKOK、 ポーション。
よーし、じゃあ行きましょう。調べる。乗りましょう。彼女は助かる。さあな。父さんが書いたプログラムでしょ。一部はな。だがそれ以外はとても理解できない。クオラはアイゾー。アイゾー、全く新しい生命体。クオラはその最後の生き残りだ。父さんの発明？現れたんだよ、突然。どこからというわけではないんだ。条件が揃えば現れる。彼らは我々が空想に描いてきた人知を超えた純粋な存在だ。システムの中に統制や秩序や完璧さを求めても無駄だったんだ。私が愛想の素晴らしさを世界へ届けようとした。これで大丈夫だ。再起動するには少し時間がかかる。届けようとしてどうなったんだ？クルーだ。クルーが動いた。彼は完璧なものしか受け入れない。無限の可能性を秘めた愛想。クルーは完成していない、完璧でないとみなして滅ぼしたんだ。ひどい。しかしそれは私のせいだ。クルーは私だ。完璧さを求めすぎて目の前にあるものを見落としていた。大切なものを。人の探求心はその視野を狭くし、時に周囲を巻き込んで不幸に陥れる。アンセムはゼアノートの純粋な探求心が生んだ存在。探求心を持たない人間はいない。人は誰でもアンセムを生み出す可能性があるということか。まずい、見つかったみたいだ。進路を変えられたらしい。見つかってしまったか。さよなら。クオラ、行く。待て。おとりになってくれたのか。このままほっとけない。ああ。いや、マツンダさん、お前はポータルへ向かうんだ。外からクルーを消せ。でもクオラを助けないと。それに父さんのディスクも取り返さなきゃ。サム、私たちは大丈夫だから行け。親子のことに口を出すつもりはないが、少なくともディスクは取り返した方がいいだろう。クルーが外の世界を破壊する前に行こう、サム。ああ、乗り物を調達してフライトデッキに。乗り物？何をする気だ。俺はユーザーだ。アドリブが使える。リク、俺はクオラも助けたい。ああ、もちろんだ。ディスクはスローンシップにあると思う。さっきこの船にドッキングするのを見た。あそこだ。わかった。クオラも助けよう。よーし、ということでスローンシップへまずは向かっていきましょう。で、敵も出そうですよね、この辺り。この辺でなんか出てた気がする。
いたな。ハイポーションか、よかったね。来ておいてよかった。そうですね、急ぎましょう。とりあえず大きい宝箱を取ろうか。こっち優先で取って、ガンミ袋。またまたユニークなお名前だことということで、倒していきましょう。この辺も結構あるね。ちょこちょこ宝箱はね、見かけたものは取りつつ動いておるんですが、多分、敵も大丈夫かな？大丈夫そうですね。じゃあ、行きましょう。欲を言えば、もう一個はレベルを上げておきたい。さあ上に登っていきましょう。多分この辺でまた出てきそう。あれ出てこない。あ出てきた。トランスポートか。どこ行くんだろう。よーし、大きい宝箱見つけた。グラビデストライク。ではエレベーターに乗っていきましょう。このカラーもいいね、なかなか雰囲気出てて。やっぱいるか。倒そう。多分もうちょいでレベル上がるんで倒したいです。このサークルレイドね、かっこいいんだよね。なかなかかっこいい技だと思わんか。いやー、あとちょっとだったんだけどな。レベルギリギリ上がりませんでしたね。あと91でね、上がるんですよ。上げたいな、上げたいな、レベル。サム、行って。フライトデッキ。もう無理よ、クルーがこっちへ向かってる。大丈夫、リクもついてるから。ポータルの奥へ進もうということで、やっていきましょう。敵出そうだね。あ、よかった。出てくれた。
じゃあレベル上げまーす。上がりました、ありがとうございます。でこの子たちをスイッチターゲットで変えてしまえば多分大丈夫だと思うんで、ただなんか倒せそうな感じもするよね。あ、しまったな。スイッチターゲットでいいかな。スイッチターゲットにしたい。スイッチターゲットにしたい。オッケーオッケー。で、多分もう一個、もう一個、もう一個。よーし、これで大丈夫かな、ひとまずは。レベルも上がったんで、このまま頑張っていきましょう。なんだなんだ？一応体力表示があるから、壊すこともできそうだよね。あー、ショットプライズでもよかったな。こうすれば、ブライズショットにすることによって、枝豆出してくんないかなみたいな。まあいいや、ティアルで回復しよう。ん？あ、ここも乗れるんだ。なるほどなるほど、覚えておきます。とりあえず回復してペイントガンの黒、ありがとうございます。行きましょう。おそらくそろそろですね。私が行く。ここにいると思ったよ。お前は約束したんだ、世界を変えると一緒に。なのに裏切った。システムを最高のレベルにまで高めた結果、こんなこともできるようになった。なんということだ。こいつは俺に任せてくれ。やはり出てきたか。ボスっぽさがあったもんな。ここで戦うんだな。わかったよ。エレカマキリ、やっつけろ。やっつけましょう。多分素早い系だと思うので、なんとか対応していきたいですが。グラビデストライクも一応放ちはしたんだが、なるほどね、そこ外枠使っていこう。これがいい、これがいい、これがいい。これなら対応できるぞ。お、なんかひるんでる、ひるんでるけどなんか。よし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 、オッケーオッケーオッケー。もう一回もう一回。よーし、
よーし、もうちょっとだ。いけるぞ、いけるぞ。よいしょと。もう一発、もう一発。多分もう一発。OK! いける、いける、いける。あれ、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 あれ。OK です、OK です。これで多分大丈夫かな?よーし。ありがとうございまーす。私は完璧なシステムを作った。完璧かどうかなんて我々が決めることじゃない。作り出せるものでもない。初めから存在していたんだよ。お前は昔の私のままだからそれがわからない。すまなかったクルー、すまなかった。